皆さんこんにちは。日照府のコミュニケーションレストランココロ、クッキングエンターテイナーの大西哲也です。今日もよろしくお願いします。今日は大事なお知らせがあります。今までいろんな動画やってきましたよね、はい、お料理とかね、散歩とかやってきましたけど、はい、自分のお店の紹介をしてない。確かに。はい、そうなんですよ。まあさらにこれを機にちょっとお知らせしなきゃいけないこともありまして、今回この動画を作ることになりました。コココロは2017年12月1日リニューアルオープンよっ。まあ今まではね、ランチタイムあって、はい、でまあディナータイムあって、まあ何のお店なんですかって言ったら、まあレストランですっていう、そうですね、うん、感じだったんですけれども、うん、これからはバーにします。バーね、そう、料理がうまいバー、はいはい、そう、料理うまいバーコココロ、はい、目玉はね、やっぱりエゾシカ肉を使った料理。北海道です。今、そう、今でもエゾシカ肉のロースト、エゾシカ肉のシチュー、うん、エゾシカ肉のリエットとか、まあ、エゾシカ肉使った料理はたくさん出していて、うちはやっぱり看板商品としてね、うん、活躍してるんですけれども、そこをやっぱりもっと推していきたい、うん、エゾシカ肉のカレーも好評でした、うん、はい、またエゾシカジャーキーとかもちょっと出したことあるんだよね。良さそうですね。エゾシカ肉、そして北海道の料理とか、まあ、北海道のシェフ、やっぱそれを前面に出して、うん、これからやっていこうかと、うん、お酒もより充実させまして、うん、カクテルはもちろん北海道産のワイン、はいはいはい、北海道ワイン有名なんですけど、東京であんまり有名じゃないんですよね。本当に？そうだから、いや、びっくりしたさ、北海道行ったらさ、北海道産のさ、いろんなとこのワイン売ってるじゃん。いや本当に本当に。で、東京来て国産ワインのコーナー見ても全然北海道産のワイン売ってない、しかも美味しいのに。で、お客様とかもね、好評です。すごい美味しいんですけど、なんで皆さんにあの北海道のワインの美味しさっていうのをね、ぜひとも伝えたいということで、北海道産のワイン、それと僕の大好きなスコッチウイスキー、はい、しかし何よりも売りはホッピー。ホッピーです。丈夫ですから。そう、ホッピーと、レモンサワー、まだあんまり知られてないけど、僕ものすごく美味しいレモンサワー作れるんですよ、本当に。で、普通ね、バーって言ったらホッピーとかレモンサワー絶対出てこない、いや、うちバーなんでみたいな、うん、なんかそれすらもう逆に、うちはあのホッピーと、美味しいホッピーと美味しいレモンサワーを飲めるバーですと、うん、もうホッピーとレモンサワーの美味しさに関しては、まあ、日本一を狙っていきたいって思ってます。そうですね、はい、ということで、うん、2017年12月1日リニューアルオープン、料理うまいバーココクロ、カミングツー。それでは、日照府の、コココロからお送りしてまいりました、クッキングエンターテイナー大西哲也でした。これからもどうぞよろしくお願いいたします。